今度は直方体。直方体っていうのは言い換えれば四角柱やでな。底面が四角形の柱なので四角柱です。これについて同じ柱で円柱の展開図っていうのを考えてみたいと思います。円柱の展開図ってどうなるのよね。これちょっと書くときに考えるときに思い浮かべてほしいのはノリの管って知ってるかな。これもまたお歳暮とかお中元で来るこういうノリの管って見たことない ない人は、そうやね。あの、リレーのバトンとかも円柱になってるやん。それを想像してみてください。それって、ま、ノりの缶っここのなんか、横の部分にシールを貼ってるやろ。アリア・ケノリとか。ここにもシールを貼ってると思います。あのシールをベロベロと剥がしたことはあるあれ剥がしたら、どんな図形になっているかっていうと、どんな付けになってると思う。長方形になるんやね。長方形になるよね。 逆に言うと、この長方形っていうのをペラペラペラくるっと貼っていけば、糊の管にシールは貼れるし、バトンになんかこうつけたりすることもできるわけす。なので、ここの横の部分っていうのは長方形になっています。円柱の側面っていうのは長方形なわけね。そして上と下、これっていうのは底面はそのまんま円柱なので、これではちょっと細長くなっているけど、綺麗な円になってるわけね。円柱の場合は。 これをちょっと変えていきましょうと。で、変えていくときに、考えていくときに、ちょっとここの長さだけまずは書いておこうか。ここが3センチの展開図にしようか。まぁちょっと今は長さ測らんけど、テストのときとかこの長さ3センチ測って書いてあげなあかんで。ああ、それとここの高さもいるよね。ここの高さっていうのはじゃあ今度はこの2倍の6センチにしとこうか。そしたらまずは円を2つ書こうか。これと、 でこれの半径は 3cm だね同じようにここに長方形が来るんだけどこの長方形の高さっていうのは 6cm なのでとりあえず 6cm 開けてここの部分 6cm を取ってこっち側に円を描いてみようか3ンチの円を描くねここも一緒ですちょじゃがいもみたいになったけど え、そしてここに長方形を書いていきますよとで一番問題なのはまあよく問題で出てくるのは実は一回書いてしまうでこのよういう円柱の展開図を書きましたよとちょっとなんか真ん中の下の方に寄っちゃったけどこの展開図こういう展開図を書いた時に書くときに ここの長さは何ぼにしたらいいですかっていうのがこの円柱の展開図ではよく出てくる問題なんです。だってこれわからんやね。ここを3センチの円はコンパスでここさしてくるっと書いたりやん。くるっと書いたりやん。6センチ測ったりやね。けどここの長さってどこにも書いてへんやんな。これどうしたらいいんや。展開図を書きなさいだからここの長さを出してくださいって言われたらここの長さっていくらになるんやろね。 これは実はある部分の長さと展開図見てもわかるし見取り図見てもわかるんやけどある部分の長さと必ず等しくなりますこの図形の中でどこになると思うこれさっきの糊の管の,の話とか何かこう円柱のものに紙を巻くって考えてくださいえ、その時にね、その長さをぴったりこう糊の管にくるっと一周させようと思うとここの長さはこの円 底面の円の円円周と等しくなりますつまり今赤でなぞっているこの部分とここの側面の長方形の横の長さっていうのは等しくならなあかんやなあるなのでここの長さは底面の円周と等しくなってるんですこれは大事なとこやでまあ図形見たら分かると思います ここのぐるっと1周分の長さがここの横に展開図にした時の長方形の横の長さになりますよとだってこことこって合わさっている部分やもんなそしたらここの長さを何本にしたらいいかっていうと円周円周の求め方を覚えてる円周は直径かける3.14やねでも3.14円周率はもう使わないので直径かける π です ってことはここの長さはいくらになるかっていうと三センチ、半径が三センチで直径が六センチなのでここの長さは六パイセンチメートルになりますよとで展開図を書くときも6パイは3.1だから大体八点八ぐらいで取ってあげてここに六パイセンチって書くようにしてください円柱の側面の横の長さは底面の円周と等しくなります